アイテム番号 SCP-51JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-51JP は地下収容サイト 81EA 標準防音ドームの中央に設置された 16×16×16m の特別防音ユニットの内部に収容されています。特別防音ユニットは厚さ3メートルの防音液で密閉され、内部には材が詰められています。SCP-51JP は防音ユニットの気化的重心位置に固定されています。防音ユニットの開放は許可されません。また、防音ユニット周囲半径60メートルをレッドゾーンとし、立ち入りは原則禁止されます。もし入る必要がある職員は、収容サイト、81EA のセキュリティクリアランス3以上の職員2名の署名のもと、サイト管理者に申請書を提出してください。また、レッドゾーン内では、対人、対物問わずあらゆる暴力行為及び破壊行為は禁止されます。これらの行為の兆候が確認された場合、被殺傷の麻痺性神経ガスにより違反者を無力化してください。違反者は2段階クリアランスレベル降格処分となります。説明、SCP-51JP は 200×720×90mm の木箱に入った72便オルゴールです。木箱は合板製でステンとニスで塗装され、蓋の中央に小さく、リベラ、メ、ドミネ、と焼き印があります。蓋を開けるとガラス製の内蓋があり、その内部に気孔部が観察できます。蓋の裏にはラテン語の歌詞が記されています。SCP-51JP からは、グレゴリオ聖歌、リベラ、メ、ドミネの男性聖唱が48秒周期で常に再生されています。初期封じ込めの失敗により、現在、音量は旅客機のエンジンほどの大きさであると評価されるほどに大きなものとなっています。旋律は気孔部のシリンダーとコーム部分から想定される曲とおおよそ一致しますが、男性がどのようにして発生されているか、なぜゼンマイを巻かずに再生が続いているのかは不明です。SCP-51JP 分解実験では気孔部に損傷は一切つきませんでした。また、気孔部分に障害物を差し込んでも、差し込んだものが破壊されるだけで再生は止まりません。SCP-51JP から半径約53メートル範囲1。以下 SCP-51JP へ。で敵意を持った暴力行為にが行われた場合、聞こえる音量及び SCP-51JP が拡大していきます。でから収容した当初は一般同型のオルゴールと同程度の音量でしたが、この性質が知られていなかった初期での実験並びに収容違反、及び19に発生した収容サイト、81EA でのインシデント E8 の影響で、現在の音量まで上昇しました。このため、現在の収容設備及び収容方法が策定されました。初期 SCP-51JP 分解実験、日付19、概要、詳細は不明だが、この時の報告書に気孔部への衝撃により音量がやや増大したと記されている。おそらく音量及び SCP-51JP 増大の最初の事例であると考えられる。インシデント051、02、日付19、概要、初期に起きた収容違反。当時 SCP-51JP の性質が判明しておらず、収容に使用していた標準防音ユニットの隣室が SCP-51JP 範囲内であった。この隣室で研究員同士が小競り合いを起こした結果、SCP-51JP 及び音量が急激に増大した。この事案により少なくとも、人の職員が影響を受けたと推測されている。収容違反はエージェントの献身的行動により収束した。この事案を受け、収容プロトコルの改定がなされた。なお、エージェントは SCP-51JP の重大な影響を受けていたと後に判明している。インシデント E8、日付19、概要、地下収容サイト。81EA に保管されていた SCP-JP の収容違反との複合的事案、SCP-JP の鎮圧のため、SCP-51JP の収容設備付近で多数の機動部隊が行動していた。
その際に隊員の一人がレッドゾーンに誤って侵入。これにより SCP-51-JTA が拡大した結果、他の機動部隊に反応し急激に音量及び SCP-51-JTA が増大した。人格への影響、口述により全機動部隊員が戦闘を放棄する事態となったが、奇跡的に SCP-JP も影響を受け従順になったため、SCP-JP 収容違反は収束した。交戦の終了に伴い SCP-51-JP の影響拡大も停止し、再収容措置が取られた。その後収容プロトコルの再改定がなされた。影響を受けた機動部隊員は配置転換となった。戦慄は、効いた者に対する強い鎮静効果を持ちます。この時、被験者への火をかせ重ね脳波検査ではアルファ波の顕著な増大を示し、主観的には多くの被験者は非常にリラックスできると評価します。被験者はこの戦慄をできるだけ長く効こうとし、無制限に SCP-51-JP に暴露させた初期の実験では、実験中断が判断されるまで8時間20分にわたり効き続けました。ただし、この効果は強制力を伴うものではなく、指示すれば中断させることが可能です。また食事などの理由で自発的に離席もします。ただし、最終的には戦慄を聞きに戻ってくることがほとんどです。現在の非常に大きな音量でも戦慄自体への評価は同様のものとなっており、被験者は SCP-51-JP から距離を取ったり、耳を手で塞ぎながらも戦慄は聞き続けようとします。さらに、戦慄を1週分以上聞いた被験者は、人格に永続的な影響を受けます。具体的には、利他性及び協調性の増大、攻撃性の急速な鈍化、共感能力の大幅な増大、などが挙げられます。この影響は記憶処理では排除できませんでした。また、この人格への効果は暴露した時間に比例し強化される累積的なものです。2分程度では、以前より言葉遣いがやや丁寧なものになる程度です。しかし20分の暴露では、情緒の安定、暴力的傾向の消失、危険な状況での事故を顧みない利他的行動、協調性とコミュニケーション能力の顕著な増大、集団内でのトラブルを積極的に解決しようとする傾向などが見られました。前述の最長実験での被験者は、強度の共感能力と非常に極端な利他主義の傾向を見せ、再配置後行われた SCP-JP の実験で、削除済み、クリアランスレベル3以上の職員は当該被験者の再配置後行われた SCP-JP 実験2013レポートを3、照らしてください。なお、この戦慄は録音や PA 機器、各種計測機器で捉えることができないことが分かっています。このことから戦慄は実際になっているわけではなく、周囲の人間の知覚に影響を与え、聞かせているものと考えられます。しかしながら、通常の音声のように密閉することで音量を抑えることは可能です。性質が判明した当初は、この効果を適切な職務の職員に用いることも検討されましたが、SCP-JP 実験2013での被験者の自破壊的なまでの利他性の発揮を鑑みて、将来における人員喪失の可能性が高いこと、及び人道的観点、倫理委員会通達200551-33章から却下となりました。また、もしさらなる収容違反が発生し、SCP-51-JPA が地下収容サイト、81EA の敷地範囲を超え市街地に到達する事態が発生した場合、SCP-51-JP は市民の普段行う些細な暴力行為に反応し、SCP-51-JPA と音量を際限なく増大させ続ける可能性があります。そのため、万が一大規模な収容違反が発生した場合は、サイト、81EA 周辺の広域地域の封鎖も視野に入れる必要があり、そのための緊急プロトコルが現在検討されています。なお、SCP-51-JPA を縮小させる手段は現状存在しない SCP-51-JPA 多いによって財団が対処しなくてはいけない区域面積も指数関数的に増えるため、
収容違反の早期収束及び再収容確率に失敗した場合、SCP-51JPA 並びに SCP-51JP 課長領域の拡大が止められなくなる恐れがあります。最悪の場合 SCP-51JP の影響は全世界に広がり、既存の文明社会に多大なる影響と構造改変を促す。AK クラス世界終焉シナリオにつながる可能性もあると指摘されています。このような情状的事象によって我々の守ってきた既存文明が改変される事態は何としても避けねばなりません。たとえ争いから解放された平和な楽園が訪れるのだとしても、上級研究員